エピフォンカジノとは、1961年にエピフォン社が、ギブソン社に買収された後に、ギブソン社がエピフォンブランドとして発売した、アーチトップタイプのエレクトリックギターである。ピックアップを2個搭載した最も一般的なモデルの、型番は E-230TD。ボディデザインは、ギブソン ES-330 をベースに作られている。 セミアコースティックギター同様のハーフデプスボディでありながら内部構造はセンターブロックがなくフルアコースティックギターの機構を持つ。この構造から一般的なセミアコよりややスペーシーで複よかな音質を持つ。ピックアップはボディトップに長方形の穴を開け通常2機の P-90 というシングルコイルピックアップを装備する。ただし一般的な P-90 ピックアップの外角がプラスチック製であるのに対しカジノに標準装備されている P-90 ピックアップの外角は金属製である。ボリュームとトーンコントロールノブはフロントとリア用にそれぞれ一つずつ計4つ付いている。ピックアップセレクタースイッチはギブソンの他のギター同様センターポジションにした際。 どちらかのピックアップのボリュームを例にすると音がミュートされる構造になっている。センターブロックがないため、通常のセミアコより太い音が出せ、リズムギター、リードギターの両方に用いることができる。また、ロックのみならず、ジャズでも活躍している。生音でも比較的良くなるが、ゆえにアンプの近くで演奏すると、フィードバックが起きやすい。この欠点を逆手に取った。 演奏方法もできたりと様々な使い方ができる。ジョージ・ハリスンが映画レッド・イット・ビー・でリンゴスターに向けてアイ・ミー・マインを生音で弾き語っている。エピフォン61カジノフィフティース・アニバーサリー2011年現在日本で新品で購入できるのはレギュラーカジノとエリーティストカジノである。ヤマノからギブソン・ジャパンへの移行で日本製のエリーティストの供給は止まっていた。 ポール・マッカートニーとカジノ、ありがとうございます。